たどり着いたのは真夜中の救急病院。もろくも砕け散る絆。何よ。おい、めちゃいけ、走る。作戦開始から早3週間、一行はなぜか秋葉原のど真ん中にいたが、その前に。さあ皆さん、はいはい、あの携帯持ってきてらっしゃいますか。あ、持ってるよ。皆さん、うん、まあ言われたんでね、持ってきてよ。星野亜紀がメンバーに配った携帯ストラップ、通称星野ストラップは、これからの作戦でとても重要な役割を果たすアイテムらしいが、これはもう皆さん、もう常にこの企画の間中ずっとつけておいてくださいね。つけてる、つけてる、言われてます。このストラップがついてるということは、うん、星野亜紀さんをめちゃイケメンバーとして迎え入れているという、これ証になりますから。うーん、坊主ね。そうです、そうです。スタッフも全員つけてます。全員ですね。反対派のみがつけてない。このストラップをつけてサリナの前でジャラジャラにしてるわけです、ね、もしもしみたいな。一方、星のストラップをつけていない反対派、加藤、光浦、有野の3名が今や数少ないサリナの心の支えとなっていたのだが、ところがどっこい、何、今日からその味方が一人ずつ減っていきます。あ、そうなんだ、減っていく、減っていきます。味方や、味方やと思ってる人間がどんどん寝返っていきます。裏切るわけだ。ところで、一行が今秋葉原にいる理由、それは一部で熱狂的ファンを持つ有野の番組ゲームセンター CX に、なんとサリナがゲストで呼ばれ、ちょうど今ロケが行われており、その現場で我々はまず最初の衝撃的な裏切りの瞬間を目の当たりにする。やったらあかんの。やったらあかんよ。仲ええからね、有野とね。有野のこと相当信頼してるよ。はい、サリナもやっぱり接しやすいやろな、有野。ほんで2人で、まあ、一緒にゲームセンターでゲームするというロケを撮るわけですが、うんうん、そこに偶然星野亜紀さんが来ます。もう怪しくない、それ偶然は怪しい。あれ考えてみてください。秋葉原っていうのは、うん、グラビアアイドルとかが DVD が出たりとか写真集が出たりするときに握手会とかで、な、近くでゲームセンター CX のロケやってるということで、ちょっと顔を出しました的に、うん、星野亜紀さんが現れるわけです、うん。お疲れ様です。なぜか天敵が目の前に。えらいとこで来たな。あ、じゃあ今そこの山際ソフトワンで、あの握手会をやってて、それの間で挨拶を聞こうかな。昨日お疲れ様でした。お疲れ様です。そして星野が飛ばし始める。もし今度会ったら呼んでください。私ゲーム大好きで、この番組見ていろいろやってみた。来ましたよ、グイできますよ。ファミコンやってます。あ、そう。アニノさんがマリオのことヒゲノさんとか言うじゃないですか。だから私も喋って、ヒゲノホーターとか言うようになって喋ってます。そうなんですよ。入る余地なし。盛り上がってます。テンション下がった。下がってきました。入れんな、この会話には必ずね。すごい見てんねんな。すごい見てますよ。あの、私あの有野課長のフィギュアが欲しいんですけど。おう、スタッフに言うたらあるんじゃん。え、もしよかったら聞いてもらってもいいですか。あ、欲しいの。はい、欲しいです。昨晩必死で暗記した星野が繰り出す番組関連のディープな話題にサリナがついてこれるわけもなく、番組ゲストのはずがどんどん一人ぼっちに。そしていよいよ。ストラップってつけてもらっていいですか。え、つけへんよ。つけてくださいよ。あ、星のストラップ。星のストラップ今持ってんもん。え、つけんのかな。よかったら、あ、マジで、つけてください。はい、はい、じゃあ一言も会話せず。うわ、挨拶もしてないね。最後の星野が嵐のように去っていった後、残された2人は思ってたよりエコやな。どこがな。そして、おっ、つけるか。うわ、つけるぞ。うそ、あ、つける。あ、綺麗につけた。つきましたね。つきました。うわ、テンション下がりよったな。フィギュア用意してあげた方がいいかな。用意してあげたら欲しいって言ってんねんから。そうか。いる、俺のフィギュア。いらん。あ、閉ざしたな、アイドルの心を。閉ざしましたね。閉ざしたな。めっちゃええ前やったな。
11年間紗理奈が兄のように慕ってきた男がまだ入って2週間の星野にあっさりと骨抜きにされたショックは我々の想像以上で、その余波はついに矢部の携帯にまで。夜中に、ね、うん、はい、もう分からなかったんですよ、声誰か、ほうほうほう、もしもしライターっていうのか酒に酔ってるのか声が荒れてんのかもうそれに矢部さんは何てお答えに、いやいや、もうそれ大人やろと、うん、そんなん言ってたらあかんぞ、もうね、会話にならないんですよ。あ、まあ、追い込まれてんね、相当いつもりやね。まあまあ、なんとかその場なだめてね、うん、終わったんですけども。なるほど、ちょっとこれ限界ちゃうかなと思います。結構あちこちで変わってきてますね。まあ、僕は電話番号教えてないんで大丈夫ですよ大丈夫、はい、まあ、あ、そう、一番遅いと思うよ、はい、そう変わってこないと思うんですね、多分。本日のサリナの仕事はテレビ誌の取材。星野の新メンバー加入を記念し、めちゃイケ女子が座談会形式のインタビューを受けるが、実は昨日の有野よりさらにショッキングな裏切りがサリナを待ち受ける。で、今回11年目にして初めて新メンバーの星野さんがめちゃイケに入られたということで、なんかサリナさん的にはどうですか、星野さんに加入されて感想。びっくりです。びっくりはい終わりました。それだけです。それだけです。それだけ。びっくりとか。びっくりしました。びっくりにびっくりですよね、こっちは。もう取材なのにな。雑誌やもん。食べれへんな。もうすぐ行きましたよ。まあ、正直ですよ。まあ、正直、まあ、まだ認めてない。こういうとこ。なるほどなるほど。なるほど。はい、サリナ安心。安心。化粧顔だね。白い歯こぼれましたね。そうでしょ。味方がおった。そう、紗理奈と光浦はメンバーの中でも最も深い絆で結ばれ、互いのことは何でも相談し合う大親友が、その友情もあと数分の命であることを何も知らないのは紗理奈だけ。私、光浦さんは本当昔から大ファンで、この間も本来たね、来たね、ブサイクな友情、あれもすごい読まさせてもらってて、優秀な仕掛け人は常にそのターゲットが最も喜ぶポイントを的確につく。あっちゃんが自分で買ったの？自分で買いました。やってあげたんじゃなくて、私はあげてない、ちゃんと自分で本屋さんで買いました。すごいね、その本そんな売れてないね星野の不穏な動きを察知し、嫌味を一発しないと、ね、綺麗になっただと自分の売りが違うからみたいな。そう、価値が読んでる、ちょっと読んでますよ。マジで、はい、マジで読んだ、ね、ちゃんとボーダーライン見てすげー、はい、本当だ、蛍光ペンが、蛍光ペン、蛍光ペンで自分が感銘受けた文章を蛍光ペンで、すごい、それとか女性らしいんだな、普段見せないじゃないですか、そういうところ。するとなぜか仕掛け人サイドの三浦に変化が。これ照れてる時のこと。そうです、あら、まあ、嬉しいね、言うな。そしてこの子が目を見て私を褒めるの、ちょっとうるっときちゃう。投げ出した。マジ泣きか。泣き虫もありましたよ。芝居ですか。芝居ですか。芝居ですか。本気でちょっと落ちちゃって。ありがとうございます。これ芝居ですか。芝居を超えた何かですね。その結果、さっきは冗談で言いましたけど、認めてないとか、いや、もうちゃんと立派なめちゃイケメンバーですから、お星野はガラッと来たね。グローンいったなこれは。サリナショックですよ。不安もあるけど、この顔、うわ怖怖怖、うわ、こういうのを能面って言うんでしょ、ね、そしてお決まりの写真撮影。とはいえ、ザ・テレビジョンサイドも騙しに協力してくれているからいいものの、これが本物の取材だったら絶対使えないようなサリナの表情からは明らかな怒りが見て取れた。さあ、というわけで光浦靖子も星野亜紀に寝返ったと。やっぱ一番信頼してる女子メンバーだもんね。そうですね。そっか、はい、一生懸命やったつもりだけど、みんながそういうふうに思ってるとは思わなかった。なりふり構わないサリナの反撃。来たぞ。思ってもみないアクシデント。いや、すげえな。うん、なんだこれ。仰天のフィナーレにサリナは完全に不適されたサリナは取材終了と同時に逃げるようにフジテレビへ。が、この後のコーナーにまた新たな罠が。どんどん寝返っていく。
信じていた仲間たちが次々と新メンバー星野明に取り込まれていく。認めてないとか、いやもうちゃんと立派なめちゃイケメンバーですから星野は。これはサリナショックですよ。作戦開始から1ヶ月が経過。視聴者の質問に答える目安箱の収録はメンバー全員で和気あいあいと進むが、今まではその空気が楽しかったサリナもあの怒涛の裏切り劇の後では全く気が乗らず、その暗い気持ちにさらに拍車をかける事件が。俺星野君隣でいいの？ちょっと今日用事で。はい、用事っておかしいだろう。ちょっともうちょっとで、はい、用事って何だろうマジで。大親友光浦にまで裏切られ、今やただ一人の味方加藤がサリナの気持ちを代弁するかのように星野の遅刻に怒り出した。星野さんが可愛がってる犬がいて、今日がたまたま去勢手術をしたクーちゃん。でそれ用事じゃねえじゃん使用じゃない。そんなのどうしても今日しか予約取れなかったので。いやいや、そんなんだったらお前俺らも用事入れていいのかって話になっちゃうよ。そんな重い空気の中、おはようございます。お願いします。ちょうど終わった今。あ、今終わったばっか。メンバーあすいません。ナイスタイミング。あすいません。あつ OKお願いします。じゃあお願いします。いけるか、いけるか。おい、事態は思わぬ方向へ急展開。頑張れ。流れていく。目安箱の収録が終わった一同は急いでマイクロバスに乗り、フジテレビを出たサリナと加藤を追っていた。加藤さんの今日の目安箱の芝居ね、まあ入り口はね、あ結構尻上がりに調子上げてきたかなと。リアルリアルリアル。まあ鈴木的にはうわ加藤さん頼りになるわと、全部私の思ってること言うてくれてるとなるんですけども、ここだよね。加藤はかがり D との打ち合わせに食事がてらサリナを誘っていた。まずここでとりあえず3人でご飯食べて、はい、そこでだんだん酔っ払ってきた加藤浩二が、うん、ちょっと星野呼ぶわみたいな。ほう、星野明さんをその場に呼び出します、酒の席に。大丈夫。なるほどなるほど。ほんで星野さん大変やね。加藤さんだけにわって言われる分にいいですけど、本気でそこでサリナさんに言われたら怖いですよね。本気ですからサリナさんは。そうやな、ね、加藤さんはお芝居です。そうそうお芝居ですから。本気ですからね、サリナさん。うわ怖いな、星野さん怖いねこれね。本当にもうドキドキね。この1ヶ月で本当に痩せましたからね。本当におっぱい、おっぱい小さくなっちゃったところだ。そりゃストレス溜まるのな。思えば先日シンクロでもなぜかいきなり矢部が氷水に。その犯人は松田さんでした。なんと事前にサリナ魂の一環として指示されていた星野が、ハプニングとはいえお客さんは大喜び。結果的には芸人たちからも褒められるナイスプレーとなったのだ。そんな矢部を大笑いしている星野の横でただ呆然とするだけのサリナ、まさにお笑い界の弱肉強食。厳しいな、めちゃいけって名言出たね。厳しいな、めちゃいけ。でもそれがめちゃいけやねんな。だから頑張ってて。じゃあなんで入れるん。そしていよいよ来た。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。短い。すごいスカートやな。正直細身のディレクターいないんですか。邪魔になれへんな。加藤はここでサリナの言いたいことを全て星野にぶつけ始める。いや俺も実際にその現場にいたわけじゃないから分かんないけど、誰のあのゲームの番組にサリナゲストなんて行ったりしてんだろ。いやでもお仕事が秋葉原であって、うん、
いや、それあえて行く必要ないだろ、サリナゲストに行ってさ。でもサリナさんがいることは知らなかった。いや、それさ、何もこびてるようにしか見えないんだよ、実際に。で、取材の時もいつらのなんか本持ってったりもしてんだろ。わざと持ってったわけじゃないです。取材の人間とか他のメンバーとかいないところでそんなもん見せりゃいいじゃん。俺そういうね、そういうあざとさみたいなもうダメなんだよね。なんかこびてさ仲良くなろうみたいな、そんな風に思ってないです。いや、じゃなかったらそんなことしねえだろ。なんか去年こういろいろあったじゃないですか、番組で。なんかそれを埋めようじゃないけど、それで自分なりに。何で去年いろいろあったって。来た、いいぞ。去年いろいろあったって何。あったと思ったから。何うまい、うまい、いろいろ。いや、それ全く関係ないよ、そんなの。それ全く関係ないよね。いや、そんなもんいりませんよ。すると星野が、あ、いい感じだ。この子できるね。すごいな、星野さん。うまいな。すげえ。一生懸命やったつもりだけど、みんながそういうふうに思ってるとは思わなかった。いや、みんなかどうかわかんないけど、俺は思ってんだよ。来たぞ、来たぞ。うん。うわ、すげえな。いや、なんだこれ。泣いたからってそんな終わるわけじゃないよ。サリナ、ややこしいなっていう。ややこしいなってんな。今日遅刻した原因ってあれだろ、犬だろ。だって中島さんがいいって言ったの。いや、お前黙ってるよ。犬でさ、仕事休んでいいの。いや、休んだわけ。サラリーマンだったら犬で仕事休むんだりできんの。できないよね。あんた働かないと犬食っていけねえだろ。あ、犬が食っていけない。怒っていたはずのサリナまでがあまりのバカ発言に笑い出した。このままでは1ヶ月の努力が全て水の泡に。ほんま僕一点殴ってきていいですか。これはあかん。全部バレちゃう。これはあかん。もうなんでみんなそうなん。今の言い方おかしかったけど、本当に。いやいやいや、マジで言ってんだよ。はい。が、なんとかサリナにも疑われず、この日も無事終了。しかし翌朝、本当の事件が発覚。まあ、あの後、実はその続きがあったわけです。え、続き、はい、ちょっとじゃあ見せてやって。わかりました。遅くなりましたけど、こちらの三千と輝く金星のストラップ。まさか二人は。お察しください。払った部分もありますから、うんうん、まあなんていうのかな、必死に貪ったら。必死に貪った。貪ったテイ。あ、テイかね。貪りついたね。わからないんだわ。必死でした。必死でした。必死やったね。ところがサリナはまだ加藤の裏切りを知らない。そして彼女がこの事実を知った時、1ヶ月に及んだドラマはついにクライマックスを迎える。サリナはまさかやもんね。そうですね、まさかあんだけダメ出ししてるから、あんだけ怒ってて。加藤浩二はもう私の味方やとずっと思ってたのが、この事件きっかけで、もうどれぐらいことになっていきます。もうこれ以上事件いいんじゃないでしょうか。大事件だな。最後の事件ですよ。ゴロゴロゴロ転がりをしていきます。おー、やめるって言います。落ちながら転がりながら、やめるって言います。今日の夜にはおそらく地獄を見ることになるであろうサリナのために、ここで天敵星野にこの1ヶ月の思いの丈を存分にぶつけられる嘘企画を用意。その名も、そんなに嫌なら決着つけろ、サリナ VS 星野3番勝負。